小室圭もね、現代ね、はい。まあ、ここももうしつこいよね、同じだから。はい。紀子さんが激怒した小室圭さん、母からのメールって言うんだけど、まあ、母のメール全部公開してますよ、また。いろいろ、そうですこね。の A さんがね、週刊毎日、あ、サンデー毎日、週刊朝日、週刊朝日の方も、うん、これは、うん、なかなかあれですよ、うん、これがすごいっていうか、うん、要は小室圭さんのお父さんが亡くなってて、うん、その年金を受け取ってたから、うん、そうそう、新しい人と、うん、内縁の関係になってるっていうのがバレたら、うん、年金もらえなくなっちゃうから、それは黙っといてくださいという、そういうふうに出さないためのメールが来てたっていうのを公開されちゃったっていう、それも全部公開、この A さんも、はい、A さんも、はい、私たちの事実婚はなるべくどなたにも知られたくないのです。万が一どなたかが役所に告発すると最悪の事態になりかねません、うん、人の口に到達されませんから要注意です。会社の方にも気をつけ、会社の方にも気をつけてください、はい、だから年金もらえなくなっちゃうからね。そうですね、うん、はい、もうその庶民で佳代さんのプランは、はい、まず暴富の遺族年金をもらうために入室は来せず、はい、A 氏が65歳になって年金を取得できるようになったら入籍するという、そう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 、いやこれはね、今までで一番やばい話だなと思いましたね。いや、皇室に入る人が、これをと親戚になる人が年金をちょろまかそうとしてたっていう証拠が出ちゃったっていうのは、ちょっとうん、これはいやちょっと、それでまあ、結婚のまあ条件にね、パピーって相手なんだけど、はい、この A さんなんだけど、はい、パピーの生命保険の受取人を私にしてくださること、うん、まずは以上を実践する、実婚をします、うん、そして4年後パピーの年金取得時に改めて入籍するとかね、はい、そういうお互いの総収入プラス主人の遺族年金でお互いの生活を賄うこと、うん、その他預金や財産に関してもお互いのものとして見なすこととかね、はい、だから8月のデート代ですが、大々で結構ですので、各お店の金額を教えていただけますか、はい、私たちの行くお店と予算をよく友人に聞かれるのですって言うんだけど、はい、そんなこと友人聞かないでしょ、別に。そうすると、これはですね、はい、A 氏の生活力を値踏みしているとも取られかねない、うん、あ、なるほど、そういうことか、うん、なるほどね、そんなこと聞かないでしょ、いくらだったら。確かにね、うん、確かにね、聞かないよ、意味が分かんない、意味分かんないよ。だから相当お母さんもでたらめだけど、はい、だんだんこの何でもかんでも公開する A さんもいかがなものかと覚えてくるよね。いや、ね、A さんはもう多分今お金困ってるから、うん、困ってるんですよ。返してもらいたいから、うんうん、もう徐々にもう情報リークして、うん、でももっとだから愛情があるんだと思いますよ、うん、最初は出さん、ちょっと言っただけで、うん、あ、じゃあその愛情があるっていうのは、うん、やっぱこれ変な問題にしたくないなっていうのがあったから、うん、ちょっと言っただけだったと思うんですよ、うん、ところが、うん、何の話も来ないと、うん、手を打ちましょうっていう話も、うん、一切合切来ないから、うん、いやそりゃちょっとずつ出して、うん、この話出たら来るだろう、この話出たら来るだろうっていう感じなんじゃないかなと思うんですけど、はい、でまたこのやっぱ小室圭さんのお母さんが、うん、その小室圭さんがね、うん、19歳のバースデーを迎えるから、今年は圭の大好きな恵比寿ウェスティンホテルの流天門でお祝い、うん、ディナーしたいと、うん、少しリッチな誕生日となるけれども、うん、ご負担おかけしすみませんと、うん、だから店も結構一流ホテルのレストランを指定してそこでお金出してくださいっていう、そのお金がない人は本来は言わないですよね。まあそうだね、はい、僕だってその、うん、自分の親に誕生日に一流ホテルのレストランでお祝いしてもらったことはないっすよ。ないっすよね。ないっすよ。ないな、はい、だからそれを自分家の金じゃない相手の金で自分の息子のあれを祝うっていう提案するっていうのは、これはちょっとまあ変だけど、はい、これは一、うん、どうかなっていう。